はい、皆さんこんにちは、こんばんは。小さな巨人天学男戦士ゆきやです。さて、本日はちょっと遅れてしまったんですけども、谷川聖が卒業公演が終わったので、聖との思い出の話をしていきたいと思います。今日もね、手持ちで撮ってるんでちょっとピク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 してるんですけど、まあね、とりあえず話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ということでね、話していくんですけども、まあ、ひじりね、まあ、友達がね、やっぱ俺は単押しだったんだなと言ったひじりなんですけども、まあね、いろんな思い出があるなって。まあ、ひじり俺実際的には握手会っていうものには行ったことがないので、まあ、直接的に関わったかどうかっていう話はまた別として、まあ、でもまあ、善悪とか、まあ、ツアーとか、結構なんだかんだね、ちらほら喋ってはいるし、まあまあまあ認知面の一人ではあったんでね。まあ、方向認知なんですけど。まあ、ひじりね、まあ、横山絡みで結構いろいろとね、お世話になってた子ではあるんですけど、まあでもね、本当に、いい子だったし、面白い子だったなと思いました。前に善悪の、レポート動画、の時にも話したと思うんですけど、本当ひしりはね、面白いし、結構ちゃんと会話が成り立つんですよ。バカっぽく見えるし、アホっぽく見えるし、変なやつなんですけど、結構しっかり話せる子で、結構そういうところもまたひしりのいいところだったりもするし、お見送りで見つけると結構指さしてくれたりとか、まあ、客降りの時見つけたり指さしてくれたりとか、なんだかんだ結構ね、いろいろとしてもらった記憶があります。まあ、ひじりもね、まあ、イベントとかでもちらほらね、あったりとかしてたんで、まあまあまあって感じだったんですけど、いやーもう卒業ですよ。よいしょ。早いもんですね、卒業って意外と。って俺は思うし、なんかトントン拍子でしたね、ひじりは特に。って思いますね。まあまあまあ、いた仕方ないのかもしれないんですけど、でもなんか友達がひじりをしてて、うん、ひじりが北海道の善悪がひじり最後で、それに行った時の話を聞いたら、なんかまた表に出る仕事をするしないみたいな話もちょっとあったらしいので、楽しみに待ってようかなって思ってますね。そこはまあなんかまた別の機会でね、ひじりに会えるんだったら楽しみだなって思いますし、まあ新しいステップに踏み出すための卒業なので、悲しいって言っちゃいけないしなーって俺は思ってますね。しょうがない、しょうがないっていうとまたそれも失礼に当たっちゃうけど、いつかはみんなが通る道なので、まあ温かくというか、まあ笑顔で送ってあげれればなってまあ思いますね。エイトまだまだ卒業があるので、まあ、横道が卒業して、イクミが卒業して、いじりが卒業して、まだね残ってる山田とかがいるんで、山田としおりがいるので、まあ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 、それもね徐々に徐々に動画にしていけたらなと思ってます。まあ、ひじりに関しては次の動きが分かり次第またね何か見れたらなと思って、まあ育美も同様なんですけどね、まあ、横道はもうすでにね舞台が決まってますんでね、まあ、みんなこうやって外部の仕事で頑張ってもらえたらなと思いますし、会えなくなるわけではないんで、みんなねまたその会えた時にねって思ってますね。ここで言うことでもないことを一つ言うのであれば、カスちゃんは何かしらの動きがあるんなら言ってくれと思ってます。ということでね、ひじりよ、またどっかで会おうな。バイチャー。